ワンダと巨像14回目。いよいよ終盤戦、さすがに終わりが見えてきた。全部で16体ですからね。14体だよ。巨像を殺しまくり。今回も、スムーズにね。今までスムーズに倒せたことなんて一回もないけど、見せてやりましょうよ。しかし前回のあの、蛇みたいなやつ、あれかっこよかったよなぁ。ビジュアル的にはもう1、2を争うぐらい好きでした。一番好きなのは今のところやっぱ第3の巨像かな。あいつ、あいついい、いい顔してたんだよな。うん。2番目ぐらいに好き。あの前回の、飛んでる、鳥が飛んでる。前回のあの、蛇、竜宮の使いみたいなやつは。あと好きだったのは、あの、ちっちゃい火怖がるやつ。あの、バイソンみたいなやつ。あれ可愛かったですね。巨像ではねえだろっていう。していいのかな？ちょっとマップを。わからん。わからん。とにかく進んでみましょう。でも動画的に16回で終わってしまうんだとすればもうあと3回しか、今回含めて3回しかできないのか。そう思うとなんかすごい、切ないな。最後のプレイは切ないな。鳥がなんかずっと一緒に走ってくれてる。飛んでくれてる。あ、待って。ごめん。アグちゃんごめん。トカゲに反応しちゃった。あれ？まあいいか。ごめん、アグちゃん。つい動くものに反応しちゃう5歳児みたいな感覚でごめん。まさにこっちがさ、黒い霧がなんかかかってんだよ。あの辺なんじゃないかな。ごめん、くしゃみ出そう。くしゃみ出そう。くしゃみが出そう。で、出ない。ちょっと待ってね。出そうで出なかった。むずむずする。もう、巨像アレルギーやわ。あれ？この辺なんも。ああ、ここあれか。台なんか忘れたけど、腹に噴水当てたやつか。じゃあここじゃねえな。あいつもね、難しかった。ごめん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 。よいしょ。ほい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 。今回もアグちゃんと一緒に共闘できたらいいんですが。これ逆なんだよな。どっかからぐるっと回って進めればいいけど、でもここ。ここはでもそれこそ噴水の巨像の時に噴水の巨像通った場所なんだよな。どっか他に行ける道なんてあったっけね。進みづらい道だけど、アグちゃん頑張れ。またトカゲが行ったけど、まあいいや。トカゲってこんなでかかったっけ。あ、待てよ。でもあの光るトカゲは気になる。あいつは殺そうぜ。あれ、どこ行った。あ、いた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 。あれ、あ、いた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 。え、あ、もう翻弄されてる。狭いからわからんわからんわからん。ヘッドショットしてやるよ。オッケー、うまい。
ありがとう、アグちゃん待っててくれて。よし、行こう。ここじゃ光が、しかしこの霧の濃さはいるのか。あ、明るいとこに出る。なんかゆっくりこの全部クリアしたらさ、フィールド探索したいですね。フォトスポットをひたすら探す旅。こっち。この右上の雲の部分か。どうやって行けばいいんだ。こっちか。お、なんかそれっぽい場所に来ましたね。またそれっぽいって何なんだろうね。よく言うけどそれっぽい場所、それっぽいもの来ていいのかな。んー、それっぽいぞ。どれっぽいのかわからんが、それっぽいぞ。あれ違うな、逆だ。ちょ、アグちゃん、こっちじゃねえわ。逆だ。いや。アグちゃん、岩を乗り越えろ。アグ、頑張れ。ほんと岩が、ああ、おいおい、乗り越えた。成長したね、君も。よいしょ。あれ？あ、いや、合ってる。こっちだわ。お、それっぽい。何？どれっぽいのかわからないが、それっぽい。あー、大丈夫。岩だね。岩やだね。よいしょ。頑張れ。乗り越えてみせろ。霧が濃くなってきた。それっぽい。それっぽいんだよ。だから結局この道それっぽくない。あ、ここかい。これは来たんじゃないか。ああ、やだね。ああ、湖。マジか。じゃあちょっと一人で行ってくるわ。ここでしょ。うわー、綺麗。なんだこれ。ここもフォトスポットだね。ここ綺麗。なんじゃいここ。おー。あれ。なんだろうね。どこから。ここで写真撮りたいけど、あ、こっちから来たから、こっちに進んでいる、行くか。合ってんのかな。あー、こっち合ってるっぽいぞ。
今回はどんなやつが出てくるか。おお、かっこよく前転でインしました。何ここは。フィニッシング。ちょっと待って。あ、向こうだね。ん？どこ行けばいいんだろう。下降りちゃうか。これさ、だんだんに降りるのがさ、下見ながら。ああ、違うじゃん。あ、でも大丈夫だった、このぐらい。ここ突き破ってくるんだろう。あ、違う？お？ん？どこで出てくるんだ？あ、ここも登れる。なんかここ複雑だね。なんかこのでも神殿の感じは以降思い出すな。あ、あいつか、上にいた。気づかなかった。ああ、なんかちっこい。お前またちっこいパターンね。ってことは素早いな、お前。かわいいな、かわいい。かわいい。ウェーイ。お前はなんだ、何をすればいいんだ。ちょっとフォトいきなりだけど起動していい？フォト。あ、ちょっと待って。あー、でもなんかいいね。ちょっとこう切りかかってるフォト。あー、むしろやられてる。おー、イコくんが一回転してしまっております。正面衝突ですね。これはちょっと良くないな。ちょ、起きた。これはまた鎧剥がさないといけないパターンだと思うんだよね。お、ちょっとこれもまたぶつかってんでしょ。これ。いやー、しかし躍動感。ちょっと待って、とりあえず写真撮らして。起きて。うわー。激しいなー。ここで、まあ、突き飛ばされる。イコくんじゃねえ、ごめん、ワンダくんね。飛ばされる。あ、でももう蝶々がいい感じ。いや、でもなんかちょっとな。てか死にそうだよ。やばい。これハメだろ。これも起き上がった瞬間、この瞬間死ぬじゃん。あ、背中が光ってる。あ、じゃあやっぱなんとかして背中を貫通させてってことだと思うんだよね。あ、これ正面の方がいいかな、豚っぽくて。いいね、なかなかインパクトあるね。あー、ちょっと葉っぱが。なかなかドーンと。いや、でもこれ横からの方がな、こいつは可愛らしさがあるから横からの方が好きかな。まさにこの後死にますの瞬間です。そうね、こっちかな。そうだな、景色的にもこっちの方がいいな。なんか変な、カメラが変なとこに、あー、変なとこ行ってるよ、カメラが。引いて、お、よし。あ、でもなんかいいじゃん、かっこいいじゃん。へえ。もう日が映った方がいい。あ、こんな角度にしちゃう？うん。いや、やっぱちょっと引いた方がいいな。あえてこの絵だな。でよ。待って。若干斜めにしよう。若干の斜めが好きだから。あー、いいねー。綺麗。もう死ぬけど。これから死ぬんだけど綺麗。最後に見る景色綺麗。
夜がっつりつけちゃおうよ。オートカスタム遠くを、遠くのぼやかしはこれが本当難しいんだよな。あーでも、うん、こんな感じですかね。ビネットをつけるとちょっとこう遠近感が出ていいですね。どうでしょう、これから死にますもう、うん、ちょっとつもうしんにやられますっていう写真です。いやでもこれすぐに丸で回避すればなんとかなる。あ、何やったいやー、死ぬ瞬間の写真みたいなね。え、でもこいつ本当わからんな。どうすればいいんだ。鎧を剥がさないといかんよな。うん、獅子舞みたいな。あ、獅子舞かなこいつ。どうしよう、上に行けそうなんだよな。あ、いやいや、無理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 。ひひ。おお。上に行ってたらどうよ。うわあ、痛い。なんだよそれ。どうしようどうしよう。でもこのなんか段々になってるから、それを利用するんじゃないかと思うんだけど。違うのか。お、あ、ダメだ。なんかどっかから上に行けないかな。うぅ、元気やな。あーっと、あ、今のかわし方いいね。こっちに行く。なんかこういうのとかも使えそうだもんね。ああ、上に、あ、いや無理だ、届かない。登れるよなこれ。あ、待てよ、ここ、ほ、あ、いいんじゃない。よいしょ。あいつ見失ってるかな。上に来た。あ、ここ一番最初のところだ。あいつ見失ってんな。ここにいてもしゃあないか。なんだろう。なんだ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 。ほっ、捕まるか。捕まれなかった。ここにいると来ない。弓でおびき寄せるっていう手もあるか。え、塔に登り巨像の怒りを誘うのだ。塔に登る、はい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 。やっぱそうなんだ、上に行くんだね。塔に登り巨像の怒りを誘う。あ、いるいるいる。塔、あ、まさに目の前に塔があるけど、あいつがいた場所ですよね。いや、登れないだろう、登れないだろう。いやいやいや、無理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 。ああ、スターいけるね。あれ、いや捕まれない、いや捕まれないな。ダメか。塔に登り、ああ、この、あ、待て、なんかピンピロリンって音がしてる。ピンピロリン？え？こんな場所にピンピロリン？ああ！隠しアイテム発見！やり！こういうのに登れる？もしかして。いや、登れ？塔に登り、巨像の怒りを誘う。ああ、わかったわかった、こっちからか。てかあいつどっか行っちゃったんだけど巨像というほど大きくないあいつ。ああー、ここか。
あ、いや違うな違うな。あー、ここからほっ、おー、いった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 。で、巨像どこ行ったのほっ、よし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 。怒りをさ、そう、弓か。あれ、巨像巨像はこれじゃないよね。ん？こっちにいるらしい。うん。あ、こうだ。おお。塔に登り巨像の怒りを誘う。いや、巨像さんいなくなっちゃった向こうにいるら、あ、いた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 。お、これ、あ、気づいた。ほら、怒れよ。ん？どうすんの。あれ、おお、びっくりした、びっくりした。あ、おお、来てたのか、下に。どうすんの、どうすんの、これどうすんの。ほら、え、もっと、お、これ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 、おーっと、どうなんの、どうなんの、どうなんの、うえちゃっち、うー、これどうなったの、どうなったのよ。ここに道ができた。こっちに行けるようになったってことか。よいしょ、おお、ちょちょちょ、うわ、怖、危ない危ない。お、どうした。いや違うな。うわ、落ちる。塔に登りだから、ああー、待てよ、ちょっと分かったかも。このあるね、また正面に塔がね、こっちに登るんだ。ほっ、で、これ登れる、登れるか。よいしょ、よし、ここに登る。うわっちゃ、鎧を剥がさないといけないよね。この柱に衝突してるうちに鎧が壊れんじゃねえのかな、こいつ自滅して。あれ、どこ行った、あれ、どこ行った。あ、あ、いた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 、ここだよ、ほら来いよ、ほら。あ、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 ちょ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 、くわ、これどうか。あなるほどな、塔から塔へ。うわ、これでもね、面白いピタゴラスイッチみたいで本当ね、一個もそうだけどね、な、割とピタゴラ、おー、あぶね、あぶね、あぶね、もう怒ってる、怒りを誘わんとも、もう怒ってる。もうバレてるの、バレてるの、来るか。あ、いや、突進してこなくなったってことは、怒りがない。あー、こういうことか。で、多分きっとこっちに倒れるよ。違うかな。え、ちょ、あれ、おっちょやっぱりね、こうやって飛び移っていくわけだ。なるほどね、これはね、面白いわ。でも
おーっと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 、どこだ、ほら、いや目が青いぞ、まだ分かってねえなあいつ、ほらナンクルナイサー来るか、どっちだどっちだ、あこれ どこに行くんだろう、こっち、え、あ、こうか、うわ届いた、あぶねえ、こうか、なるほどな、うわ面白いこの謎アクションな、謎、いや本当に唯一無二のジャンルだと思うわこんなん、よいしょ、こんな攻略法よくこの作る方も思いつくなっていう待ってこれで、そんでそんでどっちだ、あ塔の上追ってこれる、そうだよね、ほっ、よいしょ、正面正面か、あこれは横だな、横に、いやあ上に上に、うっ上に行けんのか、行けんのか、あ、行ける行ける行ける、よいしょ、どこまで、あいやここはいけない、あこっちか、この塔か、ほっ、よっしゃ、ほらわららららよいしょ、よしこれで怒ったな、これどっちに行く、どっちだ、あいやこれどっちに行くんだ、お、どうすの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 、あ壁が壊れてこっちに行けるようになった、ええ大丈夫大丈夫、どこ、これどこ、これどこ、やば、やば、ひっひっ、どこだどこだ、これちゃあちゃあこうなるよな、そうこうなるよな、お、あ、あ、あ、ここか、ちょ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 、うわっちゃった、たったった、登らして、ここここここきっとここ、塔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 はどこだ、塔、あ最初の場所に戻ってきた、塔、塔、ここでいいのかな、あなんかある、お鎧に当たった、剥がれんじゃない、いよいよ反撃ののろしが、取れろ取れろ、取れた、バッチリだね、いやなんかねプレイしてるうちにだんだんこういうことなのかなっていう突拍子もないことなんだけど分かってくるのがすげえ面白い、どうしようこれ、またでも上から上から飛び乗った方がいいよね、どうしよう、ちょちょちょ、ずり落ちてるずり落ちてる、おっと、あ腹だ腹だ、今グサリ、よし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 、いいよ、いよいしょ、あちょ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 、場所が良くないな、うん、ちょっとちょっとダメだ、全然剣を刺す暇を、あーダメだ、
これで突進するとひるんでたよね。ひるむから何ウロチョロしてる。あ、来るのか来るのか来るのか。あ、こっちもひるんでる。ここよいしょ、いいねいいね、オッケー、よし大ダメージ。うん、最後の一撃は切ない。あ、まだだった。最後の一撃、さ、行こう。さ、最後の、いや、最後の一撃、最後の、ちょっと暴れんな、これ。ああ、どこに行くんだよ、おい、どこに、どこ、え、なになになに、いや無理だな、これもう無理だな。ちょっと一回降りよう。ああ、降りて、ここ、ここだな。ここにアタックすればお前もひるむだろう。あれ向こう行っちゃったよ。あれどこ行ったのあいつ。おい、お前そりゃ卑怯だろ。逃げんの、え、逃げるってあるのかよ。巨像逃げちゃった。ん、あ、いた。あいつも見失ってんな。あ、いやいや、来た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 。よし、最後の一撃は切ない。いったー。いや、このピタゴラスイッチバトル面白かったわ。こんな戦う方法があるんだね。これが2005年発売っていうのがちょっともう信じられないんだけど。俺は当時プレイしてたら衝撃的だったと思うわ。今プレイしても衝撃的なんだもんだって。面白かった。ちっちゃいやつも可愛いね、なんだかんだね。うん、あ、また女の子の声が。14体目撃破です。うわあ、もういっぱいだわ。もう何体いるのかも数えられないわ、こんなに黒い塊。もっとおかんと。あと2体ですよ、2体。うわあ、いいとこまで来たよ、これ。次の相手は、でしょ？意味深なことをまた言うんでしょ？今回は割と早くできた。いや、つっても30分近くかかってんのか。次は谷に落ちた大男。普通に怪我したおっさんだろそれ。門番気取り、おっさんじゃん、ただの。谷に落ちたおっさんだよそれ。門番気取り、なんでそこでディズるんだよ。なるほどな。いやー、しかしほんといろんなバリエーション。今だからもう14体倒してきたけど、全部違うバリエーションでこう倒していくってのがほんと面白いね。いやー、すげーゲームだわ。発想力って凄まじいね。はい、今回ここまでご視聴ありがとうございました。